ヘアピンレースミニ、編み方、基本のブレード。編む準備。糸玉につながっている方の糸を下にして交差させます。交差の輪の中から糸玉につながっている方の糸を引き出し、結び目を作ります。結び目が小さくなるように糸を引き締め、輪を作ります。作った輪を編み機の左のピンにかけます。糸玉につながっている方の糸を右のピンの手前から後ろに回します。右のピンにかかっている糸を引き、結び目が両方のピンの真ん中になるように輪の大きさを調整します。糸玉につながっている方の糸を引くと輪が小さくなり、糸端側の糸を引くと輪が大きくなります。糸のかけ方。小指から人差し指の順に糸をかけます。編み機の持ち方。左手の中指と親指で編み機と輪を挟むようにして持ちます。ループの編み方。左側の輪の手前から針を入れ、糸をかけて引き出します。さらに輪の手前から針を入れて糸をかけ引き抜きます。1段目が編めました。レース針の針先を下にしてループの手前に立てます。編み機を左側に半回転させます。編み機が裏返り、右側のピンに糸がかかります。続きを編みます。片側のループが編めました。編み機を左側に回して続きを編みます。常に左側の一番上のループを拾います。編み方のコツ。ピンの下から3分の2くらいの間で編むようにするとブレードの幅が揃いやすくなります。クロバーのロゴ側から編み始めた場合、クロバーのロゴ側のループが編み終わった時に、右側と左側のループの数が同じになります。20ループごとなどに段数リング9をつけておくと、ループ数を数えるときに便利です。編み終わり。必要なループ数が編めました。編み終わりは10センチ程度残して糸を切り、針にかかっている糸を引き抜きます。編み機からブレードを外して完成です。長いブレードを編むとき
編み機にループがいっぱいになったら、編み目がほどけないように段数マーカーなどをつけてから、ブレードを一度ピンから外します。上から2、3ループをもう一度ピンにかけます。必要な長さになるまで続きを編みます。商品のご紹介。ヘアピンレースミニ2センチ幅、2センチ幅の編み機とレース針ナンバー0がセットになっています。ブレードやモチーフなど小物を編むのに適したサイズの編み機です。段数リング9、ループの編み始めの目印やループを数えるときに便利です。編んでいる途中に休むときの目のほつれ防止にも使えます。段数マーカー、ループの編み始めの目印やループを数えるときに便利です。編んでいる途中に休むときの目のほつれ防止にも使えます。